メタルギアソリッドピースウォーカー前回で追加でプレイしていきましょう。よし、とりあえずこの辺持ってダダダッと行こうか。装備品選択は L2 ボタンを押しながら、どこ行けばいいんだっけ。丸ボタンだ。マップの確認にはスタートボタンを押してメニューを開くんだ。ほい、グレネードは爆発物、投げて使う。投擲系の武器を構えるには L1 ボタン、投擲系の武器を投げるには構え。オッケー、抜けていくよ。しかしスネーク、よく依頼を受けてくれたな。いやー、俺はありがたく思ってる。サンヒエロニモとも縁が切れたし、本格的に傭兵ビジネスに参入できそうだしな。やっぱりあれか、あの人のため。あの人のため。まだいるのか。スネーク、悪い話じゃないと思う。寝なし草の俺たちに落ち着ける場所を提供してくれるってんだ。養生プラントだぞ。これを機に MSF を拡大できる。カズ、俺たちに安住の地はいらない。俺たちはこれまで通りノーマッドでいい。紛争地帯を渡り歩いてはその都度戦場に利用されるのが望みか。どこかに居を構えたりすると、まさにその戦争屋になりかねない。聞いてくれ、俺たちは傭兵じゃない、外人部隊でもない。スネーク、 MSF は新しいビジネスなんだ。ね、スネーク、奴らと戦争をしようというわけじゃない。その警備会社とやらの正体を突き止めるだけでいい。いや、調べるまでもない。奴らの背後にいるのは CIA だ。待てよ、そうなると。あの教授、おそらく KGB だ。そうか。俺たちは、アメリカを敵に回すことになる。後戻りはできなくなる。はまきに火がつかない。え？カズ、コーヒー入れろ。教授本人に聞いてみよう。便利だね、それ。以前、私はヘビースモーカーだった。書記長閣下から勲章をもらったときに、この義手をいただいたのだが、肺を患ってね。タバコをやめてからは使い道がなかったんだが。使い道ないのに、ガス入れてんのか。伝説のビッグボスにお会いできて光栄だ。そのコードネームは、CIA がでっち上げたものだ。ではなんと、ジョンと呼べば。俺に名前はない。あんたらが好きなコードネームも10年前に捨てた。セントルから来たあんたのことはなんて呼べばいい。それなら話が早い。無知のごとく痩せ細り、拷問のごとく熱き土地。チリの詩人、ネルーダの詩。中米は北米大陸と南米大陸をつなぐへその緒だ。我々はここが欲しい。ここに社会主義国を作り、南北アメリカを分断する。アメリカは裏庭を失う。その生産、流通、軍事戦略的価値すべてを失う。そして同時に我々は南北アメリカを射程に収める基盤を手に入れることになる。この中央アメリカを取った者こそが冷戦に勝つ。まずはニカラグア、親米派のソモサ政権を転覆させる。その準備として我々は反ソモサ世論に拍車をかけ、そして反ソモサ勢力であるサンディニスタ民族解放戦線の支援を行っている。サンディニスタがニカラグアの親米政権を倒すよう仕向けるわけか。革命が成功すれば
ニカラグアは社会主義化する。しかしアメリカも黙ってはいまい。まさに。だからこそ CIA が動き出したのだ。それがコスタリカの武装集団の正体だと。そうだ。ニカラグアでの我々の活動を妨害するため、隣国のコスタリカに軍隊を送り込んでいるに違いない。つまりコスタリカに駐屯している軍隊は CIA 資本。そして CIA はそれだけではなく、ここで何かを始めている。何を？我々もそれが知りたい。ビッグボス、あなたとあなたの部隊にそれを突き止めてほしいのだ。まずは彼らの陰謀を調査するため、パスが囚われていた沿岸の施設に行き、各拠点の情報を入手。そして奴らを追い出してほしい。俺たちに KGB と CIA のいざこざに介入しろと？あの子はさっきの作り話か。平和の話だな。彼女が捕まっていたのは本当だが、私が KGB であることは伏せてある。お涙頂戴の作り話で引き受けるとでも思ったか？いや、彼女に同行してもらったのには訳がある。彼女は何とか逃げ延びたが、彼女の友人はまだ生還できていない。なぜ彼女たちが襲われたか、そのヒントがここにある。おそらく見てはいけないものを見てしまった。いや、聞いてはいけないものを聞いてしまった。カセットテープ？これは彼女パスが施設から持ち帰ってきたものだ。このテープはパスの友人が偶然録音したものらしい。なんだそれ。ステレオカセットプレイヤーだ。携帯型としては世界初。ああ、それなら日本で開発中だと聞いたことがある。東側でも開発が進んでいたとは。これを聞けば気が変わるはずだ。これはケツァール？火の鳥の？パスの友人は鳥の研究をしていた。森で鳥の声を録音中に何かに出くわした。これのどこが？ここからだ。スエカよ、追い返せない凶暴な蛇だし、何にもリスク。追い返す。殺さなければあなたが噛まれる。帰れ！ボス。声紋分析の結果、一人の音声は伝説の英雄であり犯罪者であるザ・ボスと一致した。なんだって。犯罪者扱いだもんな。30代の女性、イギリスなまりがある。背景に聞こえている曲は1973年のヒット曲。国に忠を尽くすか、それとも私に忠を尽くすか。国か、王子か、任務か、思想か。私は自分に忠を尽くす。ボスがコスタリカで生きているとでも？私が知る限り、彼女はあなたと共に戦ったジョーカー。そして CIA の命令を受け、あなたが殺し、あなたは英雄ビッグボスに昇格した。どうします？引き受けてもらえますか？スネーク、これは罠だ。やはり祖国に背くことはできませんか？ではこれはもういらない。待て！スネーク、あの娘のためだ。パスの。なるほど。
平和のために。まあそう言うとかないとね。でも結局カズにはどう思ってるのかバレてるからな。いたぞ、 CIA の傭兵だ。スネーク、無駄な戦闘を避け、見つからないように潜入するんだ。了解。うん、この影に隠れたり迂回したり、敵の視界を避けて進むんだ。安易に銃を撃つな、命取りになる。右上のパーセント表示はカムフラ率。カムフラ率が低いほど敵に見つかりやすい。派手に動いたり大きい音を出すとカムフラ率は下がってしまう。そうらしいね。野戦服にははい、移動。しゃがんだままっていうのが可愛いよな。よし、拠点敷地内に入ったな。警備が多い、油断するな。はいよ。よし、オッケはい、終わり。大体覚えてるもんだね、敵の位置とか。これ何年前ぐらいなんだろう。何年前だ。見るか。目標500の潜伏場所を特定。了解。スピアの積み替え完了。アスケはポイントブラボーを通過。了解。アウト。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。QTE はやめろ。え、うん、僕ら。積み荷はどこに向かっている。中は何だ。三角のギラス。そこに何が。騒いでたら誰か来るでしょう。いたなあ、ああいうやつも。明らかに70年代のメカじゃないんだよね。ん？何？どうした？こちらスネーク。カズ、聞こえるか。ああ、無線機を入手したのか。音声移送を反転する回路を取り付けた。探知されないように周波数も定期的に変えることにしよう。拠点地図も見つけた。物資は湿地帯から西のイラスへ向かっている。さすがだボス。カズ、フィルムバッジがあった。大量にだ。フィルムバッジ。放射線の被曝量を測定する。通信兵の服にもな。通信相手は物資のことをスピアと。待て、じゃあそこには核だ。コスタリカに核が運び込まれている。なんてこった。チュートリアルとしては長くなったな。
お、一応 S だね。よかったよかった。そうか、使えば使うほどこれレベルとか上がるんだっけか。使えばよかったな。以下の言葉を英雄の、以下の言葉に英雄の魂が込められるようになりました。ここだ。以下の武器、アイテムの設計図を入手しました。M1C の設計図。スモークレネの設計図。スネーク、入手した地図は使えそうか。奴らの各拠点の位置はわかるが、記されてるのは拠点のポイントだけだ。ルートまではわからない。現地の詳しい情報が欲しい。スネーク、KGB の教授は、サンディニスタに協力を取り付けていると言っていた。奴はサンディニスタの司令官にコンタクトを取れと。サンディニスタはバックに KGB がいることを知ってるのか。いや、彼らは純粋に革命を信じて戦っているはずだ。 KGB はあくまで裏し、彼らに自覚があるかどうかは疑わしい。それにしてもこのコスタリカに核を持ち込むとはな。ああ、驚きだ。コスタリカはトラテロルコ条約を批准している。日本の非核三原則の概念に習ったラテンアメリカの非核化条約だ。核兵器の実験、使用、輸入、配備等を全面的に禁止する。明るみに出ればオバナルが動く。国際問題だ。そもそもトラテロルコ条約はキューバ危機への反省から結ばれたものだ。それを米州機構の中心であるアメリカが保護にするとなれば、ただでさえ火種の多いこの中南米に第二第三のキューバが誕生しかねない。一触即発の状態になるだろう。核が本当に持ち込まれたのならこのまま放ってはおけない。何かの実験か、アピールか、あるいは反米勢力への牽制か。そうだな。何のために核を持ち込んだのか、それが気になる。どちらにしろ教授の依頼はCIA がコスタリカでしている何かを阻止することだ。それを調べる必要がある。まずは準備を整えたい。カズ、そっちの補修状況はどうだ。ああ、急ピッチでやってはいる。今は痛みがひどくて地獄さながらだが、ボス次第で天国にだってできる。誰にも邪魔されない、どの国家にも縛られない平穏になる。俺たち MSF のマザーベースだ。ここを足がかりにあんたへのバックアップももっと強化できるってもんだ。このポンコツを拡大しよう。そうなんだよね。これ本当に基地をさ、どんどん大きくするっていうのが楽しくてさ、昔めっちゃやってたな。懐かしいもんだよ。 MSF の、マザーベースへようこそ。マザーベースでは武器の開発や情報活動等を通じて、ミッションへの様々なバックアップを行うことができます。うん、このね、今こんなね、しょぼしょぼったらしいこのところがめちゃくちゃ発展すんのよ。っていうかこのビルでかいよね。すでにビルがでかいんだけど、スタッフの編成とかね、これ一応まあちょっと分かってね、この何がこの人が得意かみたいな、それでこう割り振りがねできるんだよ。実戦部隊結構いるな、もう。こんないるんだっけ。自動的、あ、こんなんあったっけ。アナライザー、あ、実戦部隊入れちゃったんだ、数。まあいっか、さすがに死ぬことはないと思うしな。よし、これでこうやって開発とかね、いや、いいや、こうやってこれ開発できますよって GMP を消費することによって、あ、そうか、時間もかかるんだっけ。あとなんだっけな、あとどれだっけ、アイテム、これか、アナライザー。これでどの兵士がどれぐらいなんか育つっていうか基礎能力あるかみたいな、そういうのが見れたりするんだよね。よし、じゃあ今回はここで一旦区切りましょうか。
それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。